ゴーだー。おい止まれクソガキ、でこの逃げ足を。非常食のカップ焼きそばを流し台に全部ぶちまけてしまい、財布を探しているうちにキャッシュカードを踏み砕き、担任から上条ちゃんバカだから補習でーすとラブコール。不幸だ。おい待てよ。あっと、君の右手、あ、幸運とか神のご加護とかそういうものをまとめて消してしまってるんだと思うよ。は？その右手が空気に触れてるだけでバンバン不幸になっていくってわけだね。不幸だ。はい、それじゃあ補習の授業を始めます。先生、気合を入れて小テスト作ってきたので早速配るです。成績が悪かったら罰ゲームにスケスケみるみるですよ。スケスケミルミルって目隠してポーカーするやつだったかにゃ。10回連続で勝つまで帰っちゃダメって置いたな企画。やれやれ、この間も朝まで名前残りだったにゃ。上条ちゃんは開発の単位が足りないので、どの道スケスケミルミルですよ。ぐぅ、小萌ちゃんは神やんが可愛うて仕方ないんやね。青神、お前はあの背中に悪意は感じられんのか。あないなお子様に言葉で責められるやなんて、神やん経験値高いで。ロリコンの上に M かよ、救いようねえな。あはは、ロリが好きなんとっちゃうで。ロリも好きなんやで。あのな、はい、そこ、それ以上一言でも喋りやがったらコロンブスの卵ですよ。 OK ですか。はぁ、あ、不幸だ。先生、上条くんが女子テニス部のヒラヒラに夢中になってます。完全下校時刻を過ぎています。学生の皆さんは速やかに帰宅してください。完全下校時刻を過ぎています。結局この時間まで居残りか。不幸だ。ん？清掃ロボット？たく、人の部屋の前で何掃除してんだ？お、なんていうか、不幸だ。え？実際誰ぜよ、そのちっこいの。あ、もしかして上層少年？女の子にしてはぺったんこすぎるし。お前ら言っていいことと悪いことが、いくら幼児体型だからって。トーマ、私はイギリス正教に属する修道女です。悔いがあるなら今のうちに聞いてあげてもいいんだよ。シェイク、シェイク、シェイクが3つ。悪いにゃ、神やん。ゴチになります。結局全部俺のおごり。不幸だ。スフィンクスどこ行くの？病院に猫連れてくんな。だからあの部屋に置いてきた方がいいって言ったのに。なんだそのすでに人ん家に上がり込んだことがあるみたいなセリフは。待って、ちょっと待ってよスフィンクス。病室で暴れんじゃねえ。壁引っかいてた。あ、もう何やってんだよ。だ、もう、あ、壁が。あ、もう不幸だ。2000円。はい。みさかさん？ん？あれ？
なんでこんなハッピーなイベントが起きてるんですよ。そんなフラグを立てた覚えは皆無なんですけど。念のために伝えておくと、手を握ってきたのはあなたの方です、と美坂は語ります。嘘だ。麻酔が首から下に効いてる状況で、それでも勝手に手が女の子の胸に向かってしまうほどの欲求不満だなんて、そんなの嘘だ。あなたが行ったのは美坂の手を握ったところまでです、と美坂は補足説明します。この位置まで手を持ってきたのは美坂の意思ですので、あなたに非があることではありませんが、と美坂は答えます。美坂は単に生体電気の流れからあなたの脳波と心拍数を計測していただけです、と美坂は返答します。あれ、ってことはこの手は今触れてるの？麻酔のせいで何も感じないんですけど、指一本動かせないし、なんたる不幸。おや、お連れ様がお目覚めのようで。あ、おはよう、トーマ。早く朝ごはん食べに行こう。俺は今スクール水着で妹キャラとかした美坂美琴と海にいる。もちろん俺自身が望んだわけではなく。なんだりゃー。待て、落ち着けトーマ。お客様、お気を確かに。こんな時は人泳ぎして頭を冷やした方がいいよ、お兄ちゃん。私たちも後から行くからな。不幸だ、トーマ。なんだよインデックス、何そんなところでじっと立ってんだよ。トーマに首を絞められた。え？トーマに首まで埋められた。だからそれには深い事情が。トーマに塔に挟まれた。それは俺じゃねえ。倒れてたのにスルーされた。ああ、それは俺だな。で、いや、だから。不幸だ。数学計算問題集。夏休みの終わりまでおおよそ24時間。そういえば夏休みの宿題なんていう最大の足かせに手をつけている場面はなかったような気がする。不幸だ。一度に運べるのは二人が限度でしょう。そんじゃまずはインデックスと風切りを頼む。トーマ、それはつまりこの単発と残ると言いたいんだね。じゃあ美坂と風切りでいいや。ほう、あんたはこのちっこいのと残りたいと。不幸だ。あた。ああ、もうどうしてお前はこの時間がない時にやることを増やすんですか。あれ、ちょっとさっきのやりかけのプリントはどこに？古文の問題集は？数学の参考書は？あ、トーマ！お、見つかったか？もう3時過ぎなんだよ。は？おやつ、食べたいな。不幸だ。夢。これは夢。だからトーマにどれだけ噛みついても大丈夫。日頃の不満を思いっきりぶつけても大丈夫。ちょっと待て、インデックス。これは紛れもなくリアル。不幸だー。
も、トーマ。どうしたもこうしたもあるか。白井の見舞いに来てみれば。しょうがねえから美坂妹の方を訪ねてみれば。不幸だ、私こと上条トーマは不幸な人間だ。この大破制裁の7日間を振り返ってみてもそれはわかる。初日のとんでもない問題が片付いた2日目以降にしたってうっかり小萌先生の着替えを目撃してしまったり、さっさと完全回復した吹寄生理に頭突きをされたり、車椅子に乗っていた姫神愛沙にゴムボールをぶつけられたり、三坂美琴に強引にフォークダンスを踊らされている最中に白井黒子に後頭部をドロップキックされたりと、なんだかもういろいろとボロボロだったのだ。繰り返すが上条トーマは不幸な。あの何か。これは何ですか。え、くそ、走るぞインデックス。もっとまともな服じゃないと飛行機に乗れねえってよ。え、何トーマ、お洋服買ってくれるの。ショッピングエリアまであと 1.5 キロ、飛行機の離陸まであと28分。ちくしょう、やっぱり不幸だ。これはまああれだ、不幸だ。人の顔見るなりその反応は何なのよ。あ、いや今回はまだ運が良かった方。